ジュゼッペ・テレーラ、イタリア王国の軍人。最終階級は、陸軍中将。1882年3月14日、イタリア中部ボローニャ出身。1902年、モデナ陸軍士官学校を卒業して、不評士官となり、第一次世界大戦では、同い年のロドルフォ・グラツヤーニと共に、青年将校として従軍した。戦艦期は、不評畑の指揮官として、 陸軍中将にまで昇進し、第14不評師団、イソンズの師団長を務めている。第2次世界大戦直前、北アフリカの医療リビアに移動命令を受ける。イタロ・バルボ空軍減帥のリビア方面軍指揮下に入り、現地で新たに編成された第60不評師団、サブラタの師団長に着任した。バルボ減帥死後、減帥に昇格していたグラツヤーニが、 公認のリビア方面軍司令官に就任した後も、師団長に泊まり、砂漠における不標識の経験を積んだ。1940年9月9日に始まった、イダイジュー軍によるエジプト侵攻では、マリオ・ベルティ大将指揮下で遠征に参加している。マリオ・ベルティ大将は、物資不足などから遠征を中断して、シディバラーニで防御陣地建設を開始し、また熱病を理由に、 第5軍団司令官のイータロガがリボルディ、陸軍大将に指揮権を委任した。1940年12月9日、英軍の反抗作戦で英軍に機械化戦力や対戦車戦力で劣る、第10軍の前線陣地は、各個撃破され、ベルティ大将は軍司令官を解任された。1940年12月23日、テレーラは、クラツアーニ元帥から、 軍司令官代理として退却する第10軍の指揮を命じられ、バルディアに軍司令部を設置して戦線立て直しを図った。海と空からの猛烈な支援砲撃と陸からの軌道砲位作戦によって、バルディアの防衛ラインも翌年には突破され、テレーラはリビア領内であるトブルク要塞への撤退を許可した。しかし機動力で勝る英軍は交代すら許さず、第10軍残余は ベダフォームで完全な包囲下に置かれた。テレーラは最後の望みをかけ、かき集めた機行部隊で包囲網突破を目指した突撃を敢行、兵士を鼓舞すべく自らも戦車に乗り込んで突撃に参加している。英軍の強固な包囲網は破れず、戦車部隊は次々と重装甲の英軍戦車に撃破されていった。乱戦の中、テレーラが乗る式戦車も 英軍戦車の砲撃によって撃ち抜かれて戦死し、第十軍は突破を断念して降伏した。司令官自らが突撃するという勇敢さには、英軍も感銘を受け、攻勢作戦が終結すると召喚に対する軍装を行った上でテレーラの遺体を弁ガジに埋葬した。また本国からは、武功黄金起承が追贈された。ありがとうございます。